皆様こんばんは。靴下企画の外面第5回放送でございます。司会は私藤野美子が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は札幌を拠点に活動する制作団体靴下企画の、仕事ぶりですね、活動についてお伝えしたり、共に活動している、札幌のクリエイターの皆様のご活躍をご紹介していく番組でございます。本日は秋のスペシャルということで、現在靴下企画が総力を挙げて、撮影中でございますキャプテンビビット、そちらのロケ現場芦別から中継でお送りいたします。よろしくお願いいたします。明日撮影がございまして、ご出演の役者さんも控えて、横でご出演していただく予定ですので、どうぞお楽しみに。では早速参ります。こちらのコーナーですね、靴下企画の手前味噌です。皆さんこんばんは。お送りしておりますのは靴下企画の広報番組外面です。私は地球防衛道の土方正人です。よろしくお願いいたします。そしてお隣にいらっしゃるのは、どうぞ。これ生なの？あ、また痛いところ。これ生？まあその話は後からちょっと生かな。まあその話はまた後からしますから。はい、靴下です。どうも、今月もよろしくお願いいたします。さあ今もうお話出てましたけどもね、はい、勘のいい視聴者の皆様はなんとなく分かってる。いつもとちょっと勝手が違いますよね、周りがね、うん、今日はどこでやってるの、まあ、じゃあいつもはどこでやってるかという話もあるんですけども、そうですね、はい、今回だけ、バラしてしまおうかと思ってますけども、はい、ここはどこですか？ここはですね、はい、芦別でございます。なるほど、はい、芦別、古くは、はい、北の都芦別、うん、そして、ライフステージホテルテント、はい、そして、今年に入りまして、ね、お寺になってリニューアルの天徳育成会さん、はい、こちらの、場所にやってまいりました。はあ、さすが靴下企画さん、やっぱりもう空で言えちゃうんですね、そこら辺のことはね。もうすごいですけど、まあ、原稿ありますけどね。あるんだ、はい、そこが分かりました。ということで今回は、靴下企画は現在総力を挙げて、はい、作っております、制作中でございます、新作映画のロケ地、ね、芦別から公開録画でお送りさせていただいております。録画なのね。録画でございますね。 生ではないですね、残念ながら。今僕もね、はい、巨人戦の結果とか言えませんけれども、申し訳ございません、はい、こちらにですね、はい、今残念ながら夜でございますので、お外の風景をお見せするわけにいかないんですが、恐れ入ります。こんな場所ですというお写真用でございます。はい、はい、ね、こちらはもう、外寺では何度かご覧いただいておりますけども、ね、あ、ごめんなさい、マイクの手前、ここら辺でいいかな。はい、こちらが今私たちがおります、芦別。芦別でございます、うん、はい、まあ、雨もちょっと降ったけど、お天気続きのロケでございましたね。そうですね、いい感じでしたけれども、秋の不安定な天気の割には、はい、はい、はい、となっておりますですね。そしてこれからですね、はい、この、とても密度の濃いこのゴージャスな場所をですね、さらに靴下企画が総力を挙げ、うん、様々な、うん、フレッシュなね、はいはい、力を
才能をお借りしつつ、お借りしてね、どんな姿にしていくかと申しますと、はい、こちらでございます。これはあくまでも今のところのイメージボードですので、これがね、だいぶ変わってきたと思うのですが、はい、こういう形でですね、さらにゴージャスにしていこうという、はい、映像企画でございます ね。元のロケ地ももちろんね、荘厳で、なかなかいろいろとね、濃密で、はい、ですけれども、これがさらにですね、靴下企画の手にかかればこういった世界になっていくということでね、はい、楽しみでございますけれども、はいはい、こちらのコーナーに関しましては、いつもの通り靴下企画の手前味噌ということで、靴下企画の最新情報、特に今回はですね、今やっておりますキャプテンビビットの撮影の、報告というかですね、進捗状況についてご説明していきたいと思っております。はい、靴下さんどうですか。まあ、今回が5回目ですよね、ロケが5回目のロケでございますけれどもですね、はいはい、いよいよ大詰めでございます。そうですね、気がつけば靴下フリップのような、はい、よりゴージャスな、うん、世界にしていくために、はいはい、今回も美術班チーフ吉田秀夫が大物を持って参加してくださってますよ。毎週毎週ね、すごいものが出てきます。はい、来ております。ごそごそ言い始めておりますよ。はい、動くんじゃないでしょうかね。じゃあ呼んでみますか、吉田さん。はい大の吉田さん、なんかこれ大じゃないですよこれ。はい、はい、吉田さんです。はい、あなたは誰？吉田です。はい、吉田秀夫さんでございます。吉田さんです。マイクはそっち行きますよ。はい、声を張ってお願いいたします。はい、吉田さんはいろんなものを持ってきてくださいました。はい、今日はこれは何を持ってきてくれてますか？はい、まずシーサーですね。うん、はい、シーサー。これはアウンのア、アの方で。はいはい、こちらこれがね、まあね、まあ、すごいの映ってるから、映ってます。はい、ありがとう。これ何ですか、名古屋対沖縄っていうことでいいですか？はい、すごいですね。これはまあ、見ての通りのシャチホコとシーサーですけど、はい、何に使われてるものなんですか？まあ、これはキャプテンビビットの中で、うん、まあ、この場所がもともとも手を入れようのない、はい、場所なので、はい、セットを作るって言ってもそれはちょっと違うなと思って、そうなると、はい、ちょうどなんて言うんでしょうね、セットと小道具の中間ぐらいのものを、うん、あ、まあ、物理的にもその方が、そうですよね、いろいろ全部持ち込むのは結構大変なので、この辺のものをちょっとでも作りたいなと思って、はい、つまりね、うん、今のこの過剰でゴージャスな場所に、はい、さらに足す、効果的に足すことで、なるほど、効果を出していこうっていう発想でございますな。そこで出てきたのがこの沖縄代表シーサー、ホチミナ、シーサーめっちゃ見てると、シャチホコでございます。ちなみにこのシャチホコなんですけれども吉田さん、これ劇中では何に使われてたんでしょうね。これは、はい、こういうことです。椅子ありにくいな、おい。これ椅子なの？これ椅子ですね。これ椅子なの？実は劇中ですね、これ、ほんの2シーンぐらいにしか出てこない、はい、また贅沢ですね。そう、ところがね、この2シーンで、ただでさえくどい格好をした主人公たちが、はい、座る椅子までくどいっていう、なるほど、ね、この感じがですね、やはりこちらの、素晴らしい過剰な施設にとっては効果的なんじゃないか。もう一つ一つの映画が場面が濃密になるわけですね。そうですね、こういうものの積み重ねなんですね。でも吉田さん結構それシーサーの塗りとかも派手めですね、随分ね、うん、そうですね、はい、なんか調べたらシーサーっていろんな色があって、はい、せっかくなら派手にしちゃおうと、一番派手なやつ選びますかな。そうだってこのシャチホコだってもともとなかったですからね、最初あ企画の間で。あ、もうそうですよね、全然別のものだったんだけど、うんうん、はい、まあいろいろあっていろいろあってね、結局なんか名古屋の、うん、こういうゴージャスといえば名古屋、はい、いいですね。名古屋の人にはごめんな、すいません、うん、我々の一般的なイメージ、中京地方の、ね、申し訳ない、うん、はい、そうですよね。でそれでまあそういう発想で、まあ、今回こういうものが出てきていると、そうです、すごいですね。だってシーサーも何なんですかこれは。シーサーも、はい、まあ、最初プランで考えてたのが全然うまくいかなくて、そうなってる時に何か出そうっていうことで、うん、まあ手近にあったもので、
まあ、結局作ったんですけどね。はいはい、すごいですよね。これだをね、はい、こういったものがですね、うん、さまざまな先ほどの写真にお写真にありましたよ。ございましたね。さまざまなゴージャスな場所に、はい、ゴージャスな場所に、ドーンって置かれるんですけども、はい、これでまたね置くことによって不思議な現象が起こるんですね。何が起きましたか、吉田さんね。全く違和感がないっていう。そう、おかしいですよ、それは。全く違和感がないんですよ。そうなんですか。インテリアとしてシャチホコが似合う空間ってそうないんですよ、世の中にはね。そうですよね。なのでですね、ここはやはり、正直靴下ね、やりすぎかなって思ったんですけど、いや、僕ね、思ってましたよ、正直、いろんなもの見て。ここら辺は、アーリオ工房吉田秀夫の軽眼がね、はい、なるほど、見事にうまく働いたといったところでしょうかね。はい、すごいですね。じゃあ、吉田さん、明日は、はい、朝早くから撮影ですので、はい、早く寝てください、はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ね、吉田さんも本当にもう今ご自分のお仕事も大変、いろいろなところでね、もうお仕事大変忙しくやられてらっしゃいますけども、はい、また吉田さんが、そして今回はまだお客様いらっしゃるのかな。そうですね、今は道具面でゴージャスさを支えてくださった、道具面で、そうね、先ほど言いました、美術部ですけど、はいはい、もちろん出演される方々も負けずにゴージャスさでね、そうそうそう、対抗しようとしていただいております。そうでしょ、そこで今回、はい、明日ロケに参加していただく、はい、もしくは参加していただいた皆さん、一部ですけれどもね、はい、実際のフル装備は、うん、映像本編でね、そう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 、お楽しみいただくということで、今ごく一部だけをつけた状態で、はい、来ていただいておりますので、なるほど、役どころの説明なんかをね、はい、インタビューお願いいたします。わかりました、マイクサービスさせていただきます。役者さんです。はい、お待たせいたしました。こちらの方からやっていきますね。はい、お名前、役どころとお名前をまずはお聞かせください。私が質問をしたいと思いますのでね。はい、それではまずは一番、はい、お名前と役どころを教えてください。こんにちは。こんにちは。燃える男の赤いフリース、田舎の親父役です。稲葉です。はい、すいません、田舎の親父役ではない。あ、ごめんなさい、成金でした。なるほど、成金親父役です。まあ荒野の七人で言えばジェームズ・コバーンみたいな役ですかね。あ、なるほど、まあ、そんな感じのイメージ。あ、違う、あ、違う、あ、すいません、すいません。こちらかというとですね、自分の大好きな、うん、はい、豪華なものだけを集めた結果、うん、周りの農家さんとうまくいっていないっていううまくいっていないっていう、そういう、ゴージャスなものへの愛が深すぎる親子、その親です。センスのね、あ、もうね、センスが独特ですね。カタカナで独特そういうこと。今回あの撮影、まあ、明日も行われますけども、実際に今回なんか何回かやりましたよね。いかがでしたか、今回感想は。いやー、大変でした。そうですか、そんなところがちょっと聞かせていただいて。まあ、なんていうんですかね、この過酷な撮影条件。あ、そうですか、ね、いや役者ですからね。まあ、素敵な部分で答えていただいて。あ、すみません、あの非常にあの楽しく、あの、あの円満な感じで、はい、あの別にこれといったあの大変なこともなく、スムーズに撮影できました。はい、もうちょっとですけども、あの頑張っていただければ。もちろんです。はい、稲葉さんはですね、今回のご趣旨を非常に分かっていただきまして、独自の訛りをそうか、セリフに導入する。あ、それで、一言ご挨拶いただいて、次の視聴者の方にもね、あれ、俺なまってんの。ありがとうございます。すごい、なんか僕も初めての動きをしてますけど。はい、じゃあ次のお隣の方にお話を聞いてみたいと思います。こんなこと
こんばんは。こんばんは。お名前と役所教えてください。成金息子役の桑名です。成金息子役の桑名さんです。あ、すいません、前失礼いたします。今回また前回撮影しましたけども、あの役どころの成金息子みたいな感じうまく出せてますか？いや、どうなんですかね。ただずっとニヤニヤしてます。成金息子はニヤニヤしてる。ニヤニヤしてるんですか。それさん、はいはい、どうぞ。西方さん、え、逆ですね、武器がね、背中が出ちゃってますね、カメラに対してね。西方さん自身が、僕、あ、僕自体ね。交換だった。やんです、見えた。タクシーのオーケストラみたいな。結構いい男ですよ。すいませんでした。ところがですね、はいはいはい、ところがですよ、この、 あの衣装を着て、うん、お芝居を始めると、この親にしてこの子。なるほどね。まあ見事な成金息子役です。あ、じゃあ、うん、そうか、はい、で息子さんはいつもニヤニヤしてるんですね。どう、そうですね。それ何を考えてる。なんか、なんですかね。アドリブは弱いよ。申し訳ない。いや、でもなんかこう成金親父がこう、うん、ダーって言ってる感じをもうその時点で、はい、この親父みたいな感じでずっと見てるのが楽しいんじゃないでしょうかね。成金息子的には。なるほどね。そういう難しさもありました。以上です、はい、どうもありがとうございます。頑張ってください。よろしくお願いします。さあ、こちら、この列の中ではこう言ってんですね。はい、あ、こんにちは、なんてね。こんなものすぐ終わらせてもらって。お名前とする役の方教えてください。はい、動物愛護ハンター役の野田頭です。なるほど、よろしくお願いします。撮影の方はどうですか、終わられましたか？はい、終わりました。自分の番はね、はい、どんなような役でしたか？全身に動物、何らかの動物を身にまとってるっていう役でした。うん、あ、なるほど。動物愛護ハンターという役柄を。動物愛護ハンター、うん、動物が好きです、好きでしょうがないから撃つ。また屈折した人出てきました。撃ったもので身を固めてるという、幻想からの役で、結構激しい盾を演じてくださいました。あ、お若い大学生でいらっしゃる、ね、あ、ね、そうですね、大変再現性の高い複雑な動きをしていただきまして、ね、本当に楽しかったですね。楽しかったです。その中にもこう複雑な乙女心が出てくる。乙女心。そんなことはない。そんなことはありません。はい、かしこまりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また頑張っていきますね。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。そして今日今並んでらっしゃる方、最後の方です。あれ、あなた何かぶってらっしゃるの？はい。どうですか、カメラ目線でね。はい、こちら。あ、お名前と。保安部長役の鹿内航平です。保安部長なんですね、鹿内さん。保安部長なんです。柔らかい保安部長。ね、まあいろいろありましてね。今回の保安部長はどんな性格ですか？性格、そうですね、結構硬派な感じですね。硬派ですか。今はちょっと被り物だけですけど、本当は武将なんですよね。そうですね。武将というのは、お侍さんの方の武将ですね。そうですね、お侍さんです。なるほど、ね、いい声ですね。鹿内さんがやってくださっています保安部長、はい、実はですね、可愛いものが大好き。可愛いものが近くにないと不安っていう。なるほど。なので結果的に可愛いものだけで鎧を作る。そう、屈折した世界をの役を演じて、独自の世界を。アゴ下のカエルちゃんが全く同じ方向に見始めるのがすごく可愛いですよね。動画が大きすぎますね。クリッとしますね。意図しないタイミングで向いちゃうんですね。はい、じゃあまた明日もじゃあ出番ございますね。はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。役者さんでございました。それではスタジオの方にお返しいたします。スタジオにお返しします。自分でお返しいたしました。はい、はい、
いやー、まあ、今回今4名様にも4名の方にお話を伺いましたけれども、はいはい、いずれ劣らぬ、すごいキャラクターの持ち主でしたけども、こういう方々がたくさんいらっしゃるんですよね今回はね。もう全員そんな感じ。ご本人のキャラクターというか、そういうことですね。はいはいはい。皆さん非常に温厚で、温厚で聡明な方でいらっしゃいます。はい。はい、そういうことなんですね。わかりました。いやー、こうなってくるとですね、まあ今いろいろなお話伺ったじゃないですか、まあ、今回もまた小道具も拝見しましたけども、はいはい、こうなるとですね、制作現場またはこうね、どんな映像になっていくのかっていうのは見てみたいってこの頃ちょっと思ってるんですけど、どうにかなりませんかね。え、映像があるんですか。映像があるんですか。今日あるんですよ。あ、そうなんですか、はい、ではせっかくですからですね、皆さんご活躍、今の役者さんたちのご活躍や、それ以外のね、さまざまな映像、はい、ほんのちょっとですけれどもね、はい、進捗状況ということでお見せできればと思います、はい、それでは映像でございます。どうぞどうぞ。はい、テイク4、よスタート。美しさについて話し合おうじゃないか。はあ、なるほどですね。まあ、百聞は一見にしかず、状況を見ていただきましたけれども、はい、まあ、まあ、いろんな方が出てますね。そういうふうに編集するんですね。ん、そうかな、はい、だと思いますよ。はい、了解です。そんな感じで、このような形で撮影進んでおります。はいはい、このあとですね、いわゆるところの、ポストプロダクションという、デジタル合成であるとかですね、はいはい、さまざまな過程を経ての、完成となりますので、うん、今しばらくお時間いただきますが、はい、2014年には2014年完成、うん、はい、来年ですけれどもね、というような形で考えております、うん、はい、ぜひとも皆さんね、はい、お楽しみくださいませ、はい、さて、ということでですね、今回は足別からお送りしておりますけれども、だいたい手前味噌のコーナーだいたいここら辺で締めさせていただければと思います。特集でございます、ね、はい、どうもありがとうございます、はい、靴下さん、他に何か言い残すことはございませんか。ナイスわかりました。ぬるっときましたね、ありがとうございます、はいはい、それではですね、来月の靴下企画もぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、以上、手前味噌のコーナーでございました。次は何ですか。はい、次はですね、ミニコンサートでございます。藤野さんと今井さんが登場です、はい、よろしくお願いします。
続きまして今井オロチマルさんとのミニコンサートのコーナーです。さあ今日は新しい試みをこれからしてみたいと思うんですけれども、今井さんが芦別の方には来られませんでしたので、今回初めての電話中継をこれからさせていただきたいと思います。ちょっとお電話がつながりますでしょうか。今かけてみます。お願いします。大丈夫。 iPhone ね、 iPhone というかスマートフォンというかいろんなことができるんですね。視聴者プレゼント、何をプレゼントできますか。はい、いただきますと、はい、今井さんお疲れ様です。もしもし、あ、もしもし、聞こえますか。聞こえますか、はい、なんか遠くから聞こえます。遠くから聞こえます。あ、じゃあお電話しますね。はい、はい、聞こえます、聞こえます、聞こえますか。はい、どうも藤野でございます。お疲れ様です。今井です。お疲れ様です。はい、今日はあの芦別で収録ということで遠隔、はい、遠隔コンサートという形で、はい、はい、歌わせていただければなと思っております。はい、はい、今月の歌すいません、またもギリギリになってしまいまして、歌詞がおとついぐらいですか。はい、毎回毎回すごいですよね。ギリギリのところで新曲を、ね、はい、それでも、いやでもまた、はい、素晴らしい歌詞でありがとうございます。またね、全然タイプの違う曲が出来上がりましたので、ぜひ皆さんに聴いていただきたいなと思いまして、今日は芦別で歌わせていただきたいと思います。はい、はい、お願いします。じゃあ今井さんにこれは向こうで演奏してもらってるっていう感じでね、あの曲を、はい、はい、鳴らしていただいて。いいえ、録音です。ね、でもさっき録音したばっかりなんで、まだ生きてる、生きてますよね。まだ生きてますね。はい、はい、じゃあ早速、あれから寝てないし、じゃあまさに出来たての、はい、10月の歌をこれから歌わせていただきたいと思います。これ、はい、皆さん一度通話はこのままでもよろしいのか。あ、よろしいですね、一度ね、電話でもったいないし、そうですね、切らせていただいてね。はい、はいはい、吉田秀夫さん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、歌わせていただきたいと思います。今井さん、ありがとうございます。はい、でも聞けないのかな。中継でね、はい、聞けるといいんですけど。はい、じゃあもうこれで一度切らせていただきますので、また、はい、はい、ありがとうございます。あと続きはユーストで見ます。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。ということで今井さんからもエールがいただきましたね。はい、ではですね、出来上がりました10月の歌でございます。歌わせていただきます。はい、ちゃんと声が出るかな。先週ですかね、私声が出なくなってしまいまして、喉から熱が出ましてね、全然歌えるかどうかっていう、今日初歌いでございますけども、お願いして、はい、お願いします。10月の歌です。口が開いてると雪虫が口によく入ってくるんですよね。北海道、うまい、ジョリ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 、そうやって糧を得ているんですね、靴下くんはね。タンパク源、北海道はね、極寒ですから貴重なタンパク源です。そうですね、そうなんです。雪虫ね、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はいね、はい、北海道では雪が降る前に必ず漂っている白いふわふわした虫でございますね。はい、
それを歌にしてみました、はい、10月の歌でした。ありがとうございます。はい、さあ来ましたね、5回目のロケであり5回目の放送でございますけれども、これで、はい、そろそろと、ね、今日はね特集でございますので、はい、そろそろお別れいたしましょう。特別企画そうですね、ここまでで、では、はい、はい、最後のエンディングテーマを歌わせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。靴下はお脱ぎなさい、もう夜も遅いから、お布団にくるまってあのことはお忘れなさい。した企画の外面。